無線電話は電波を利用して音声等の音響信号を伝送する技術である。ただし、電波法では第2条第3号で音声その他の音響を送り、または受けるための通信設備と定義し、電気的設備を指すものとしている。これは戦前の停止内部の関与を踏襲したもので、現在の電波法令の解釈にあたっては留意を要する。 20世紀初頭より各国で研究が行われ、真空間式送信機の実用化により、広く利用されるようになった。携帯電話やラジオ放送等に応用されている。三重県鳥羽市鳥羽一丁目の日和山にある、無線電話発祥記念碑電波を利用し、安定して情報を伝送するためには、安定持続する高周波の電気振動を発生させる、必要がある。 火花式送信機の減衰電波による無線電信が実用化された後、1900年頃より火花式送信機の発生する減衰電波を可能な限り持続電波 CW に近づける試みが広く、各国で行われ、電極間隔を狭めた直流、瞬滅火花式送信機や同期モーターにより回転電極を駆動して、交流電源波形の先頭付近のみで火花を発生させる。 同期回転式瞬滅火花送信機などにより、電信における送信電波は前時、持続電波に近づきつつあった。マルコー2社がクリフ電に建設した 200kW 超波、電信送信機は直流、瞬滅式であった。さらに、アーク放電の不正抵抗を利用して発信する、方式が発明されるに及び、ほぼ完全な持続電波の発生が実現した。一方、 持続電波を得る技術が進歩するに従い、これを振幅変調することで音声を送信する、試みが各地で開始された。早くも1902年に、アメリカのレジナルド・エーフェ宣電は、瞬滅式送信機の空中線回路に、カーボンマイクロフォンを直列に挿入して、振幅変調を行い、距離約5マイルの電話送信に成功した。続いて1906年のクリスマスイブに、 高周波発電機と水冷式、カーボンマイクを使用して行った実験では、航行中の船舶に対して音楽及び音声の送信に成功した。他方日本では、海軍が早くから艦船及び陸上通信所管の更新用に研究を始め、1908年の艦艦式において、軍艦朝間、三笠、香取と神戸税関の間での実験が行われた。 ついで1910年1月より、海軍水雷学校から、アーク式送信機により送信し、軍艦式島及び阿蘇で受信する実験を行い、アークの音引くし、言語約80%了解、ラッパハ春名量等という結果が得られた。一方、1912年に、低信症電気試験所の鳥型宇一、合資会社赤杉社の横山栄太郎、北村正次郎が、 ty 形式無線電話機の発明とこれを用いた三重県の鳥場台と東島上島間で船舶との通話を行い一般にはこれが最小と言われているその後比較的早くに真空管が開発され各国における無線電話の実用化は急速に進んだ1920年11月2日ウェスティングハウス電気製造会社のフランク・コンラットにより 世界初の商業放送局が開局した無線電話を利用したラジオ放送は順調に発展を遂げた詳細はフランク・コンラット参照音声を搬送する高周波電気信号を発生しこれを音声等の低周波電気信号で変調することが基本である変調方式には入力音声信号で搬送波の振幅を変化させる振幅変調 周波数を変化させる、周波数変調、位相を変化させる、位相変調などがある。また、入力音声信号をパルス変調すると、パルスの変化に変換される。このパルスの変化を入力信号として、上述の振幅変調、周波数変調、または位相変調をする方法もある。受信側では、非変調高周波信号を基本的には、 送信側で施した変調方式と同じ方式で復調する操作が必要である。ありがとうございます。